本当にさっき電車乗った時はちょっとして真剣にちょっと考えてます。いいかなって。着きましたー。おいしい。もつ鍋。お待ちしております。お願いいたします。ありがとうございます。辛味되게많은데？오네。오네。おいしいですか？너무맛있어。덥고목말라서지금엄청많이마셨잖아。아대박。너무좋아。오네이거나먹어봤네。응。梅酒のソーダ割り。美味しいね。甘くないからいいんだよ。うん。他？枝豆。うん。韓国で出るより。日本で出るの美味しいよ。塩の味ついてて。塩の味がすごいついてる。わあ。あ、美味しそうよ。あ。もう食べれるって冗談よ、サラ。うん。와진짜진생初のもつ鍋じゃん。너무食べたことないね。너무기대되는데어떡하지。いや、最初진짜너무맛있어보이는데。うん、美味しそうだね。わあ。ちゃんともつ入ってるから、ほら、わあ、大きいね。わあ、わあ、わあ。すごい。で、これソースはないのか。で、そのまま？そう。わあ。わあ、めっちゃ美味しそうじゃん。わあ。わあ、定番。너무맛있어보인다。はい。ちょっとやばいかも。さあ、どうぞ。はい。香りから。おお。味噌にしたよ。人気ナンバーワンって書いてあった。オッケー。食べて。美味しい？美味しい。そんなに？うまいと。やばい？うん、何これ、鳥肌見える？鳥肌立ってる、本当だ、鳥肌。びっくりしたの。うまいっす、びっくりした。いっぱい食べて。ありがとう。いただきます。最初スープから飲もうかな。いや、このスープはもう愛ちゃんが好きな味ですね。美味しいでしょ。食べれない味。あのさ、キャベツ野菜入れるの忘れた。本当だね、もう締めに行こうと思っちゃったね。うん。キャベツ大好きだから嬉しいね。ありがとう。아진짜오랜만이야한국에가기싫어그런기분을받는게진짜너무오랜만이야いつもじゃん日本に来たらいつもじゃん住みたいね。なんか住みたくなるぐらい好き。住みたくなるぐらい好き。何がいいの？ご飯？ご飯だ。そして今回は人生初めてで来たんだけど、なんか思ったより全然いいシティだし、韓国も近いから、本当にここ住んでも、もうすぐ韓国行けるから、うんうん、本当にさっき電車乗った時はちょっと真剣にちょっと考えてます。いいかなって。そうね、1時間とかだからな。幸せ。いや、ちっちゃい飲みました。あー、美味しいね。うん、キッチンさん、ありがとうございます。美味しい、おすすめ。めっちゃ美味しい。あのね、味噌がすごいマイルド。そして、こんなたっぷり置いたあのごまがもっと美味しくなんかしてくれる。めっちゃ美味しいね。じゃあ、乾杯。うん、いっぱい食べよう。うん、飲みました。マジめっちゃ豆腐柔らかい。柔らかいね。なんか普通の居酒屋で出る安っぽいもつ鍋と全然違う。あ、そう。俺は居酒屋でも食べたことないからさ。マリモゴ、ニラマリモゴ。あ、ホルモン美味しい。何かネガトあるんじゃないか。でも韓国でもホルモン入れる鍋あるじゃん。
うん、あれも美味しくなくて、ボジン곱창전골、곱창전골、ちょっとピリ辛な感じの、あれも美味しいよね、うん、でもここまでホルモンが大きい感じじゃなくない？韓国のホルモン、これのホルモン違う、곱창使ってる。あー、そうか、違うのか、うん、こんな油たっぷりのやつ使ってない。油っこいのあんま好きじゃないよね、うん、油が少ないホルモン使ってるからあれか、ちょっとあっさりな感じ、うん、うんうんうん、キムチいんだ？韓国人だね、キムチはないよ。あ、ないか、カプチャキムチも欲しくて、味噌にしたらおすすめはちゃんぽんだって。ちゃんぽん？どうなんだ。でもお米でもいいし、うどんでもいいし、おすすめに食べなきゃ。あ、오늘많이덥고땀많이흘려가지고너무힘들었는데먹으니까힘든게다없어진다よかったね、やっぱ美味しいものの力すごいね먹다보니까좀맵게도먹고싶어서고춧가루도한번넣어줄래？아美味しいに入れると、うん、ピリ辛になるね。そっか、もっと、うんうん、いい、じゃあ、이제거의다먹었으니까ちゃんぽん頼む？ちゃんぽんにしよう。オッケー、雑炊もいいけど、まあ味噌だからちゃんぽんでもいいかな。オッケー、いやー、진짜맛있어보인다。うん、麺がちょっと太いね。太いね。おいしくなれ、おいしくなれ、萌え萌え、ごめん、ごめん、俺これも生まれて初めてだよ、ビンビルは。朝日スーパードライ。そうそうだっけ。そうおいしいね。うん、おいしいね。もうできたかな。あ、まだまだ、もうちょっとやらないと。まだまだか。一本食べてみ。じゃあ、テストしてみる。今のちょうどいいと思うけど、じゃあ、あげるね。はい、オッケー。固めが美味しいからな。そう、お互いに固め好きだから。うん、もちもち。うん、あ、美味しいね。うん、うん、あ、めっちゃ美味しい。どうも美味しそう。うん、うん、なんか味噌ラーメンになった。味噌ちゃんぽん、もちもちしてるし、うん、麺も太いからすごい味がね、絡んでる。そう、ちゃんとうまうま。スープが本当に味噌の味が濃くていいな。うん、そうだね。あ、結構たまるね。うん、豆腐もさ、最初食べたと味違う。あ、そうね、味が染み込んでる。うん、染み込んだ。次は醤油とかでも食べてみたいな。塩とかある？塩？塩もあるよ。これ塩美味しそう。あれね、醤油とマツコあせ。多分もう何でも美味しいでしょ。近くていいね、本当に。うん。次大阪も行こう。イエス世界。うん。大阪本当に行ったことないからさ。京都で行かないと。京都。だから関西行くと大阪、神戸、京都行きたい。奈良は？あ、奈良も行きたい。シカちゃん。シカちゃんいるよ。うん。どんじゃい美味しかったね。すごい美味しかったね。うん、わー、たしゃんぼりきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、福岡人が羨ましくなるこの味でした。でも福岡の人も毎日は食べないと思うよ。あ、でも食べたいと思ったら食べれるじゃん。それはそうだね、うん、とにかく今日太宰府天満宮キャネルシティ、そしてもつ鍋、너무행복한하루였습니다。はい、네、너무많이걸어서힘들거든요。もう疲れた。네、호텔가서빨리자고쉬도록하겠습니다。今日も見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。よければチャンネル登録といいねよろしくお願いします。お願いします。はい、また次回の動画で会いましょう。안녕。